チャオ、プリンスコーです。最近、生き馬の目を抜くような激しいタロットレッスンが続いたんで、今回はちょっとほっこりするような息抜き的に、乙女のこう淡い清いこう恋愛についての、リーディングの質問について、お答えいたします。先日僕のところにですね、視聴者のメールからありまして、片思いの男性がいます。最近やっとメールのやり取りができるようになりました。でも、あんまりしつこくしてメールをすると彼に嫌われてしまうんじゃないでしょうか。今夜またもう一回彼にメールを送りたいですけれども、ちょっと躊躇してしまいます。そこで彼にメールを送ったらどうなるか、送らないとどうなるかということを占ってみました。二者択一で、彼にメールを送った場合の未来に肯定の逆位置が出ました。彼にメールを送らないという未来に恋人のカードが出ました。どうなんでしょうか。この場合、彼にメールを送った方に肯定の逆位置が出ていますが、肯定の逆位置、つまり肯定を怒らせるという意味で、彼にメールを送らない方が良いのでしょうか。ちょっと悩んでしまっています。メールを送る前に占って、悩んでしまって、プリンスさんのご意見が聞きたいです。というようなね、ちょっとこう切実なね、こう乙女の淡いこう期待を込めた占いのリーディングを、結果を教えてもらったんですけれども、そうですね、うん。確かにメールを送ると肯定の逆位置の未来。そう、うん、おっしゃる通り肯定の逆位置はそうですね、教科書的に言えばね、そう、この男性の気分を害してしまうとか、男性がこう威張ってしまうとか、こう男性が怒り出してしまうっていうようなね、そういうようなちょっとこう端的なニュアンスがあるんですけれども、うん、僕はね、この場合ちょっとその読みとはね違うと思うんですよね、うん、こう彼女が言うには、彼はとてもね、ツンデレなタイプで、こうプライドが高くて、あまり恋愛でメールのやり取りをするようなタイプじゃないというふうにね聞いたんですけれども、この場合、その彼のそのプライドがこう、肯定の逆位置で崩れ去るっていうのを意味してると思うんですよね。そう。あなたからね、こう、愛情たっぷりのメールをいただくことによって、この彼の肯定として、まあ、ツンデレ的な、男としてのそういう男はこうあるべきだっていうプライドが、ガラガラガラっとこう崩れ去って、あなたのメールを受け入れるというようなね、読みの方がね、すごくしっくりくると思うんですよね。そう。確かに、肯定はね、まあ、教科書で言えば、まあ、彼のね、こう、威張るとかね、彼が、わがままとか、まあ、引いてあげれば、まあ、怒り出すっていうようなね、そういう意味合いがありますけれども、そう、心配してる通りね、そういうようなことにはね、メールを送るっていうことにならないと思いますよね。で、ちょっと僕ね、気になったのは、むしろ、メールを送らない方にね、恋人のカードが出たっていうのが、ちょっとね、気になったんですよね、うん、メールを送らない方が、恋人のカード、そう、いいカードでね、いいんじゃないかっていうふうにね、まあ、思われるかもしれないですけれども、ちょっとこの場合、恋人のカードは違う出方だと思うんですよね。そう。彼にメールを送らないことで、彼にとってはね、こう、あなた、彼女にとって、彼は、もう、たくさんいる男性のうちの一人に見てるんだな、っていうふうに思われてしまうというようなね、ことがちょっと見えたんですよね。そう。プライドの高い彼のことですから、あなたからメールが来ないことによって、うん、どうせ僕は、そっか、たくさんいる彼女の男友達の中の一人だから、別に気にかけてないのか、いいよ。じゃあいいよ別にっていうような、そういうようなちょっとニュアンスをね感じたんですよね。そう、恋人のカードってね、ちょっとたまにすごく意地悪な出方をするカードでして、こう恋愛がうまくいってはいるんだけれども、ちょっとそれはこう不倫的な要素があったりとか、遊び的な要素、その場限りの楽しいことがあればいいじゃないかっていうような、そういう意味合いのね、あるというようなカードでもありますので、ちょっとこの場合はね、送らなかった場合の彼の心情を、この恋人のカードでね表してるような気がするんですよね。そう、確かにね、メールを送った未来に肯定の逆位置、これは送らない方がいいんじゃないのかと思うかもしれないですけれども、むしろね、肯定のようにプライドの高い彼の懐に飛び込む、あなたが好きですよという、そういうね、心のこもったメールを送ることにより、彼の、この肯定としての地位をこういい意味でガラガラガラと突き崩すという意味ではね、とてもね、メールを送るというのはね、いいことだと思いますね。そうでですね、まあ後日、この彼女にね、メールを送ったのかという、ちょっとね、気になったもんでね、問い合わせをしたら、そう、プリンスさんの言う通り、メールを彼にね、送ったところ、ものすごくね、今までと違ったようなね、反応が返ってきたということでですね、もう今やね、彼と、ちょっとエッチっぽいね、そういう会話も、楽しんでるというかね、そこまで話せるようになった、ということでですね、まあ、喜びの、ご意見をね、いただいたんですけれども、そう。確かにね、うん、男性として見ればね、なんていうか、最近ね、僕の、このチャンネルもね、嬉しいことに、男性の視聴者の方が増えてきてね、ちょっと男性の方に聞きますけど、単純にあれですよね、こう、異性からのメールって、こう、単純に考えて嬉しいですよね、やっぱり。
例えばまあバレンタインデーでね、たとえそれがね、ギリチョコであっても、チョコをもらえれば嬉しいというのにちょっと似てますよね。そういう意味ではね、この彼女さんのようにね、こう相手の喜ぶことを単純にこう行ったっていう意味ではね、こう彼氏のね、その心に飛び込んだっていう意味ではすごくいい結果だったと思うんですよね。そう、こうちょっとツンデレのね、彼のプライドの高いところをね、彼女のこう純粋なピュアな、彼を思う気持ちで突き動かしたという意味ではね、とてもね、良かったと思うんですよね。そう、この通りね、ちょっとね、タロットって割とこう通り一辺倒でね、こう教科書通りにはいかないなっていう場面がありますので、こういう場合は彼氏さんのね、そのツンデレ的な、ちょっとプライドの高いっていう性格を考慮して、その時にね、肯定が出たということで、その彼の性格も考慮に入れて、こう通り一辺倒のこう読みにならない方が、ぐっとね、彼に対してこうリーディングの幅がね、すごく広がると思いますのでね、ちょっとこうね、深く彼の性格もね、一緒に、合わせ持ってね、考えた方が、こうより彼のことを理解して、良い結果にね、結びつくと思います。そう、この場合ね、占いであなたが取った道はね、占いの結果で、勝ち取ったものではなく、こうあなたがメールを送ったっていうその勇気がですね、肯定の逆位置というあまり良くないことをですね、突き動かして、良い未来を、手に入れた、良い状況を、こうゲットできたという意味ではね、ものすごくね、良い行動、こうタロットでこう幸せになった、タロットを通して彼のことを深く知れたということではね、とても良い結果だったと思いますのでね、ちょっとね、またね、その、あなたのね、その恋愛が、うまくいったかどうかね、こうまた何か壁にぶち当たるようなことがあればね、何でもこうプリンス校にね、タロットのことなら何でもござるのプリンス校ですので、タロットの森で、眠れる美女たちの、眠りも覚ますプリンスですので、何なりとね、どうぞ、頼りになさってください。それではですね、本日のレッスンはこれまでです。また次のレッスンでお会いいたしましょう。チャオ。